練馬区の牧野記念庭園で秋の訪れを告げる紅白の彼岸花が咲きました。ここは植物学者の故牧野富太郎博士の住居跡を整備した庭園で、去年5月から改修工事のため休園していましたが、先月リニューアルオープンしたばかりです。庭園にはおよそ560本の赤い彼岸花が見頃を迎えました。また牧野博士が九州から持ち帰ったとされている都内では珍しい白い彼岸花の白花マンジュシャゲおよそ50本も咲き始めました。去年は休園のため彼岸花は見ることができませんでしたが、毎年この時期になると白い彼岸花目当てにおよそ3000人が訪れ、可憐な姿を楽しんでいるということです。